シャイフ・タミーム・ビン・ハマド・アール・サーニーは、カタールの市長。カタール党市長役員会長、カタールオリンピック委員会委員長、国際オリンピック委員会委員。前市長ハマド・ビン・ハリー・ァール・サーニーの4男。母は、第二夫人のモーザ・ビンとーセル・アルミスなど。現年齢41歳は、現在の世界の君主の中では最年少である。日本語メディアでは、タミム市長あるいは、 アミム・ビンハマドサーニと表記されることがある。1980年6月3日、ドーハに生まれる。1998年、英国のサンドハースと、王立陸軍士官学校卒業。2003年8月5日、大使だったドーボアニジャーシムが配位され、新たに大使に立てられる。2006年アジア競技大会で組織委員長を務める。2009年、 カタール軍副司令官に就任。2013年6月25日、父のハマドビン・ハリー・ファール・サーニーより上位され、主張となる。2017年6月5日、周辺諸国がカタールに対して、断交を通告して、以降、愛国主義が高まるカタール国民の支持を集めたと、される。 同年12月に挙行したカタール建国記念の軍事パレードでは中国人民解放軍による訓練でカタール軍は従来の英国式の隊列から中国式のが超足行進に改め中国製弾道ミサイルの BP-12A を披露し上海協力機構への加盟申請して中国に接近し2021年9月に 同盟国のトルコと同じ対話パートナーとしての上海協力機構への参加が認められることとなった。ありがとうございます。